皆さんこんにちは。こんにちは。今日は、リクエストにお答えしようと思います。ピクチャーポーズの連続なんですけども、ワルツでスローアウェイオーバースウェイからスウェイチェンジをして、その後ライトランジに入り、そこからナチュラルピボットをして PP になるフィガーを、ちょっといろんなアレンジで、お見せしたいと思います。早速いってみましょう。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、0、2、3、1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 、2、3。はい、一度、曲とカウントで踊らせていただきました。このピクチャーポーズの、踊り方、カウントなんですけど、特別決まりはありません、自分の体の使いやすいカウントでやっていただくっていうのが一番理想なんですけども、このピクチャーポーズの連続、今回はこのピクチャーポーズの連続ですけど、セイムットが入ったりキックが入ったりする時も、たまにはあると思うんですね。その時に、一番重要視してほしいことというのはポジションになります。でポジションというと、よくいる、指導の人とか特にそうなんですけど、スローアウェイオーバースウェイになった時は何ポジションですか、切り返した時は何ポジションでしょう、ライトランジの時は何ポジション、その後 PP になった時は何ポジションかっていうふうに、ところどころポジションを決定して、そのポジションをしっかりと作ってあげてお互いに動きましょうというふうに指導する人がいるんですが、僕らはそれはあんまりおすすめしません。ポジションという捉え方はあんまりいい響きではないし、動きがぎこちなくなるきっかけを作ってしまいます。重要になってくるのはポジションではなくてポジショニングになります。ポジショニング、何が違うかというと、ポジショニング ING 現在進行形ってやつですね。はい、ちょっと細かくやってみますね。はい、それでは、今から、ポジショニングの考えについて説明したいと思います。今ですね、皆さんに分かりやすいように腰骨のところにバッジをつけてます。はい、これがどう動くかっていうのを見ていただきたいんですけども、まずはじめに、クローズドポジションっていうのをやっていますね。お互いに向かい合った状態からこういう形、はい、一般的によく最近の流行りとしては男性の右腰骨の内側と女性の右腰骨の内側、要はここですね、この部分がこう噛み合うように、立ってくださいねっていう人がいるんですけど、これも気をつけなきゃいけないのが、全員が全員フィットするわけではないです。カップルバランスだったり手の長さだったり短さによって、若干変わったりするので、絶対ここで踊るっていうのは僕はあんまり好きではありません。はい、考えとしては別に悪くはないんですけども、人によってはこれぐらいずれてたり、もしくはもうちょっと内側だったり、いやいやもっと中だよっていう人もいます。はい、これは自由でいいと思います。ちなみに僕らは結構中で組んだりしています。はい、これもまた意外とね、日によって若干立ち位置を変えてるっていうところもあるので、絶対この場所で踊らなきゃいけないっていうのは今は決められないっていうのを、認識しておいてください。はい、それでは先ほどのピクチャーポーズの連続を、この腰回りを、アップして、皆さんにお見せしたいと思います。まず組んだところからスローアウェイオーバースウェイに入りました。
この時にほとんどの方はクローズになると思います。その後切り返してもクローズ、ライトランジもクローズで、まあ、回った後もクローズで、最後出る時に PP になるという方が、多い、もしくはそういう考えの方が多いと思うんですけど、ここは先ほど言った通りポジショニング、ポジションが変わってほしいんですね。なので上から見ると男性女性といったらクローズだけではなくて、PP にもなったり、もちろんクローズにもなったり、もっと言うと CPP 反対側ですね、 PP の逆側にもなったりというふうに、僕たちのこのボディの表面、女性もですね、ボディの表面を常にこういうふうにゴロ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 っと、歯車のように、こうやってガラガラガラ歯車のように常にひっきりなしに動いておいてあげるというのがとても重要になると思います。もう一度やってみますね。できればスローアウェイオーバースウェイからここでクローズになりました。そこから切り返した時に一瞬 PP になってクローズになってライトランジ、はい、そこから回っててクローズの状態から PP になる時に開いてってあげる、はい、このようにですね、ポジショニングは常に変わってあげるというのがとても重要になってくると思うので、あ、自分ポジションが止まってるなと思う方は勇気を出してボディをたくさん動かすイメージで練習してみてください。はい、それでは、もう一度組んで踊るんですけども、このお互いのバッジが、どれぐらいチェンジしてるか見比べてみてください。一つは、ポジションを決定させて、踊ったバージョン、もう一つはポジションを決定せずに自分の体を自由に使ったバージョンで踊ってみたいと思います。組んだ状態から0 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3、組んだ状態から0 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3、このようになります。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ポジションを決めるのとあんまり決めないので、踊ることでだいぶ柔らかさが見えてくると思うので、ぜひとも皆さんチャレンジしてみてください。それでは今のピクチャーポーズの踊り方を、ちょっとアレンジをして踊ってみたいと思います。だいたい3パターンぐらいねやってみたいと思うので、あ、この動きいいなと思ったらぜひ取り入れてやってみてください。それではやってみます。0 2 3 1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  2 3、0 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3。0 2 3 1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  2 3。はい、皆さんいかがだったでしょうか。
今回はピクチャーポーズの連続でした、重要になってくることは、ポジションを決めすぎないということですね。はい、ポジションではなくてポジショニングで踊りましょう。そのポジショニングっていうのは常にボディは動き続けているので、この時に絶対このポジションにならなきゃいけないっていうふうにルールを決めない方が、とてもスムーズになりますよというのがとても重要なポイントとなります。そして最後の方に、お見せしました、踊り方3パターン3つとも全然見え方が違ったと思うんですけども、ベースは今回ご紹介したピクチャーポーズの連続の、形になっています。それに少し、カウントを変えたりスウェイチェンジのタイミングを変えたり、もしくはスイブルをしてみたりというふうに少し自分なりにアレンジを加えた状態になります。はい、なので、自分たちでも、こういうふうに表現したいよねっていうふうに相談して、この見せ方ちょっと変えてみようかっていうふうにちょっといろんなパターンで、ダンスを作っていくとより練習が楽しくなると思うので、ぜひとも型にはまりすぎずに、はい、自分の踊りっていうのを見つけていって言っていただければなというふうに思います。それでは皆さん頑張ってください。